にちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はカルディの2021年の限定商品のご紹介をしたいと思います。こんな感じで袋に入っております。早速開けてみます。なんかこんなものとこんなものが入ってますけど、こんなものとこんなものというか、これがね、結構人気があるカルディのコーヒーカップ、コーヒーカップじゃない、マグカップか。マグカップですね。これ去年も出てたってことじゃん。2020年も大人気だったらしいのが、はい、これは2021年版。そうです。カルディって書いてある。このマスタードカラーが今年の。マスタードカラー、はい、今年のカラーだと。この色、そうそうです。去年は違ってたってこと。違ったでしょうね。ちょっとおしゃれな色よね。パッケージもこんな感じで、このマグカップと、あとこのチョコレート、ピーカンナッツチョコレート、はい、ピーカンナッツが入ってるところ。ピーカンナッツが入ってるでしょ。このチョコレート、かわいいですね。うん、かわいいよね、パッケージが。それとこのコーヒー、このコーヒーが4パック入っています。お猿が一緒ですね。え、猿？パッケージが一緒。パッケージが一緒。チョコレートと、そう、揃えて、これ用、うん、これ用じゃないとしたら、このチョコを食べるときはこのコーヒーみたいな。なんかエンジェルコーヒーってチョコレートを楽しむためのコーヒー。あ、じゃあチョコレートに合わせたコーヒーってこと？相性がいいですよね。相性がいい。相性がいい。中は普通の、あの、このパックだね。うん、香りはいい感じですか？普通のコーヒー。ちょっとなんか、ちょっと入れてみます。今からちょっとね、これを入れてみたいと思いますね。はい、カルディのコーヒー入れてきました。めっちゃ可愛いマグカップ。カルディって書いてある。さあ、味はどうでしょうね。どうですか？ちょっと苦めかな。苦いよね。本当だ。苦い、うん。これ多分ね、チョコレートに合うんだと思う。このチョコレート。このチョコレートがね。コクが深いというか。コクが深い。いい言葉よね。なんかコマーシャルで昔あったよね。で、チョコレートがこれ。おいしそう。これがね、あ、中切った方がいいよね。切ってみせます、うん、切ってみせますというか、綺麗な切れた切れた切れた。え、どうぞ皆さん、いただきます。中に何やろこれ、ナッツやろか。ピーカンナッツでしょね。ピーカンナッツ、ナッツよね、うん、ナッツが入ってる。お、おいしい。サクサクしてますね。サクサクしてる。アーモンドじゃないよね、うん、ピーカン、ピーカンナッツというピーカンナッツが名前よね。何の名前？くるみかの。あ、くるみだ、くるみ、くるみ、形がくるみ。くるみかの植物みたいですね。おいしい。これだけでもおいしいし、このコーヒーがチョコレートに合う。あ、一緒に食べると、一緒に食べるとおいしい。苦味があんまり気にならないというか。これケーキともいいかもしれない、うん、結構苦味が強いので甘いものと一緒がいいですね、うん、このチョコレートにぴったり合います。ピーカンナッツチョコレート、お猿さんがついとって、こっちのコーヒーもお猿さんがついて、なんで猿？わからん、なんででしょうね。なんで猿？お猿さんとこのカルディのカップで1100円。これで優雅なひとときが、優雅なひとときが、ね、これバレンタインのプレゼントでもいいですね。1100円くらいですね。バレンタインのプレゼントでもいいし、これもらったら絶対嬉しい、うん、お返しでもいいかもしれない。コーヒー好きな人とかが早く買っとかんと多分なくなるのかな、うん。マグカップついての1100円なら安いですよ ね。マグカップかわいいよね、これだけで1100円ぐらいしそう。このマグカップ、うん、そうよね、マグカップ高いもんね。高い、しかも結構しっかりして、カルディって名前が入ってます、うん、300ml 入る。 300ml なんかもっと入りそうな感じやけど、この厚みがあるから、陶器の厚み、うん、陶器の厚みがあるから結構重いもん、これあるから中がそんなに入らないという、入らないじゃないか、入るけどこれはお買い得です。で、これをあの買いに行ったところでこういうものを見つけてしまって、この袋ね、カルディの袋、かわいい、かわいい、ね、大人気ですもんね。大人気、これ一時期は売り切れてましたよ。買うやつよね。そうです、そうです。買うやつよね。カルディ買うやつです、ね、普通は買うやつよね。発売当初は売り切れるものもあって、これ、うん、これをね、タダでくれるって書いてある。タダです。そう、2000円買ったら、いや、あ、え、2000円買ったらね、結構しますよこれ。300円ぐらい。 赤と水色と黄色と黒、うん、
黒、私黒持ってます。買いました、買いました。お金出して買った。赤と黄色が欲しかったけどなくて黒しかなかったね。何色でもあったよ昨日。どれになさいますかって言われて、一時期はもう全然黒もないと決まりました。なんか人気の商品やからかなんか2000円買ったらね、これタダでもらえたので、あと900円、うん、買わんといかんと思ってパッと棚を見たらサムゲダンがあったのですよ。韓国で食べたサムゲダン、懐かしい。これマッスンブサムゲダン、これ1キロ入っとって926円。これかあの韓国であの食べた時、うん、1人前1500円ぐらいはしたんですよね。1500円やった、しました。あそこのほらあのミョンドンで食べたやつは。あ、でもですね、韓国で1100円、1000円ぐらいで安い店を食べる。1000円ぐらいが安い。あの行った店はいい店やったよ。あそこいい店、なんかいっぱいお茶漫画が並んどって、お茶漫画綺麗だね。あのね、韓国人に連れて行ってもらったところは地元のお店なのか知らんけど美味しくって安かったね。ああ、じゃあそこちょっと高級店だったけど、普通のなんか食堂みたいなとこだったけど結構美味しかった。これサムゲダンはね、体にとってもいいからね。900円、1000円切るから。それ丸ごと？丸ごと一応入ってる。その形で？そうです。で、お腹の中にもち米だったり、高麗人参とかが入ってる状態。薬草が韓国産。そうです、韓国産です。で、韓国語で全部書いてある。へぇ、すごい。韓国語で。なんか韓国に行けなくって、ちょっと韓国の味を楽しみたいなって人にはいいかもね。あと、風邪をひいた時は、一方さんが。それ、ソリバン？ソリブン、いや、ソリブン自体大きいと思いますよね。1人から2人、2人から3人2人から3人分ぐらいあるんじゃないですか。2人から3人分ぐらいあるよ、うん、で、伊藤さんが風邪をひきそうな時は必ずこれを食べると。これ美容にもすごくいいです。コラーゲンが入ってる。あ、そうですよ ね。高麗人参も入ってます。高麗人参も入ってます。それと、イテオンクラスを見た時にチゲをいっぱい買った。これ買おうと思って。マッスンブ、ズンドゥブ、スンドゥブ、うん、なんかズンドゥブチゲ、豆腐チゲみたいな、うん、豆腐入れると豆腐チゲみたいに、なるんやろこれ、はい、ずんどぶだけど、ね、これも 250g 入って278円。安いよねこれもね。これでもお豆腐入れるといかんとよね、これには。そうです、お豆腐入って、ね、お豆腐も柔らかいお豆腐をスプーンですくって入れたら韓国っぽくなる、うん、切らずに、そうそう、切らないで、切らずにね、すくって食べるみたいな、あと卵とかを入れると。クラスを見よったらね、これがもう無性に食べたかったからこれを購入してみた。それとこのチャプチェ、これはね前作りましたけど、前作ったのもあれはどこで買ったんやったっけ。あれは韓国で買ってきた。日本で買ったんやったっけ。日本で買って、そうそう、業務スーパーで。そうです、そうです。これはカルディで買ってきたチャプチェセット216円。これなんか、なんかね、あの虎がついてトラがついてる。トラがついとったからこれ韓国やない、うん、もう一つこれもトラがついとったから韓国から。これは上海焼きそばでした。名前が違いますね。そう、で2000円以上買ったのでこれをタダでもらったということは2000円ごとにもらえるということですか。いや、2000円ごとじゃない、お買い物ごと。1回のお買い物で2000円だから4000円買っても1個。あ、じゃあ分けて買わないと。そう、分けて買った方がいい、うん、そうですよね。前に並んでる人がね、5000円ぐらい買ってて2枚くださいって言ったけど、いや、1回のお買い物ですって言われたから、並び直してるんですよ。じゃあそこは気をつけないとですね、うん、なんかそのお店によっても違うのかもしれんけど、うん、その買ったとこはそんなやつ。カルディのこれ正式なやつ、まがいもじゃないです。正式なやつ。まがいものとかありますか。いや、なんかほら店で作ってるのとかいろいろ出てくるやん、なんかね。でも可愛いですよね、カルディのまがいも。今こう見よったらね、ここからカルディになっとるけど。え、わかる。そうそうね、そうですよ。ここからカルディ、これ切るところによって違うんじゃないと。袋で、え、あーなここ、みんな同じデザインじゃないですか、きっと。同じじゃないと、なんかコーヒーだけこう、私のはこっちみたいになるってことですよね。布の切った場所で違うやろ、どうかと思ってふと思ったからです。で、今日はこのカルディのマグカップとコーヒーとチョコレートのセットが限定で出てるので購入してきました。このチョコレートとこのコーヒーめっちゃ合います。
とてもいいと思う。バレンタインにもいいし、バレンタインのお返しでもね、いいかもしれない。おしゃれな感じで大人の方にプレゼントするのには喜ばれるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。